お花紙とコピー紙で恵方巻きを作る方法をご紹介いたします。恵方巻き3本分の材料です。海苔はお花紙黒1枚、寿司飯は A4 のコピー紙3枚、具はお好みで黄、赤、緑、茶、桃、肌色など各1枚ご用意ください。用具といたしまして、輪ゴム2個、液体のり、液体のりのつきにくいデコボコした敷物を下に敷くと作業がしやすくなります。まずポリ紐を編んだランチョンマットを下に置きます。黒いお花紙はのり、茶色は穴子、ちょっと破れていても大丈夫です。緑がきゅうりで、肌色がかんぴょう、赤はマグロですかね、黄色が卵、そしてピンクが伝部。具材はお好みで変えてください。これを3等分にします。少し難しいところですので、お子さんと一緒にする場合はこの部分は大人の人が手伝ってあげてください。寿司飯にする A4 のコピー紙は裏にメモ書きや印刷があっても構いません。まず白い方を外側にしてくしゃくしゃに揉みます。ぎゅーっと揉んだら破らないように気をつけて開きましょう。裏返してもう一度丸めます。シワを伸ばさないように気をつけながらそーっと開いたら、メモ書きや印刷が見えなくなるように端からくるくると巻いていきます。半分ぐらいまで巻いたら、今度は反対側から巻いていきます。手を離すと広がってしまうので、両端に輪ゴムをかけておきましょう。これを黒いお花紙の上に置いて、だいたい同じ幅になるように軽く押さえます。具になるお花紙をふんわりと細く巻いたら、寿司飯の幅よりも少し長くなるように両側を折り曲げます。お花紙の重なっている部分に水のりをたっぷりとつけて寿司飯の上に置きます。他の具も同じようにして寿司飯の上に乗せていきます。全部乗せ終わったら輪ゴムを外して、具が真ん中に来るように寿司飯を巻きます。この時一旦輪ゴムで留めておくと次の作業がしやすくなります。黒いお花紙の端に糊をつけて寿司飯を巻いていきます。巻き終わりにも糊をつけて、そこまで転がせば恵方巻きの出来上がりです。残りの2本も同じようにして巻きましょう。これで恵方巻きが3本できました。寿司飯をお花紙で作ったものと比べてみましょう。お花紙だとどうしてもぺったんこになりやすいです。また具材の端を折り曲げないと巻いたところがこんな風に見えます。たくさん作って器に盛り付けると、みんなで丸かぶりごっこができます。飾りとして使いたい場合はそのまま乗せたのではとても崩れやすいです。使い捨ての容器の底に両面テープを貼り、そこに葉っぱ型に切ったお花紙を貼ります。その上に糊をつけて恵方巻きを置いていくと、しっかりと固定できます。糊が乾けば壁面にも飾ることができます。それではお好みの具材で美味しそうな恵方巻きを作ってお楽しみください。